ゃあこの続きでね、はい、さっきちょっとちらっとしつけのこと言ってたじゃないですか、はい、しつけの基本これ市場と繋がってくるんでね、知っとってほしいんですけど、しつけの基本は2つで、手を食べさせる、はい、今やってますよね、ハンドフィーリング、はい、でこれは食事じゃないからそんな少しご褒美みたいな感じで、で手で食べたらとにかく言葉で褒めて触ってあげる、はい、これが基本です。でこれがまあ多分すぐやってらっしゃることだからできますよね、はい、できたら3つやってほしいんですけど、はい、さっきちらっと言った名前を呼ぶで、乗せといて名前を呼んで目と目を合わせる、アイコンタクトできたら食べさせて褒める、うん、はい、それから短い距離でおいでっつって来てくれたら食べさせて褒める、まあ、要するにこれがですね、あのしてほしいことができたら強化になるわけですよね。で、あと最後はクレートトレーニングって言って、あのハウスって言ってハウスができるように教える。それができると包丁するような気がラブラブですから、それはさっき あの動画のしつけの基本のところ見ておいてください。とりあえずここまでが治療、いやでおいでってご褒美あげて褒めといて、例えば薬飲ませるとかね、やっといてここで治療する、お薬飲ませるとかなんかして、それでその後にもまたご褒美あげて褒めてあげる、そうすると治療のストレスが和らぐと思いますので、ここも知っとってもらうといいかなと思いまして、じゃあこちらね、じゃあちょっとね、はい、危ないです、申し訳ないけど、あ、そうなんですか、ああいう呼吸して、こういうとこが白い子はだから慎重に手当てはしてきますけども、うん、あのまあ、もしものことないように一応やらさせてもらいますけどね、はい、で取れれば夕方までレントゲンが取りたいけど、まあ、それはちょっと検査は優先できないから治療優先でね、やらさせてもらいますね、ということですね。ご質問あります？どれぐらい入院とかは分からないですね。まあ、あのその原因にもよるんですけど、治るか治らんかということです。で入院期間はどうでしょう。まあ、2、3日で帰ってくる子もおれば1週間ぐらいかかる子もいるかなと思います。それはあの子の警戒しない。だけど、まず今から24時間から72時間でさ、ちょっと状態が改善しないと危ないですね。もうこのまま弱っていっちゃう。そういうこと。今かなり酸素を高くしてるけど、まだパクパクしてるじゃないですか。ということはその酸素が足りなくなるような状況、貧血になるような状況が体の中にあるわけでしょ。だけど若いでしょ。ということは、まあ、可能性は先天性の心臓疾患か先天性の呼吸器疾患がある可能性があるかな。多いんですかね、そういう。多くもないんです。多くもないけど、でも若くてそういう症状を示す子は、うん、これ年齢がね、5年とか7年過ぎてからだと、まあ、年齢的にね、そういう心肺機能が落ちてってこともあるかもしれないんですけど、ということですね。あとは、このペットショップ、小学校です。はい、わかりました。じゃあ、夕方ね、すいません、もう一回来てくださいね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、治療風景はもうすぐアップできないけど、午前の治療があったら昼ぐらいには午前中のやつをアップしますので、また見てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。